GP1945 ペンライト機械加工アルミニウムマルチトーンホイッスル統合、こちらを今日は開封していこうと思います。 Amazon でこちらのボールペンを見つけたんですけれども、わけがわからなかったので買ってみました。ホイッスルがついたボールペンということで、どうやらサバイバルのためのボールペンっぽいですね。今日はこちらのボールペンを徹底的にレビューしていこうと思います。今回の動画の構成はこんな感じとなっております。自分が買った Amazon リンクは動画説明欄に貼っておきますね。それでは早速やっていきましょう。まず今回購入したボールペンのメーカーである GPCA とは何なのかというのを見ていこうと思います。一言で言うと、アメリカのサンフランシスコにある商品開発グループでございます。筆記具に限らず、こちらのようにめちゃくちゃかっこいい金びらとかを作っているプロダクトデザイン企業ですね。結構男心くすぐられる系のものが多いようなイメージです。今回買ったのは GP1945 というペンのライトモデルとなっておりまして、通常モデルよりも少し値段が安くなったモデルですね。本当にサバイバルをする人のために作ったボールペンっていう感じなので、そういうのが好きな人には刺さる商品なんじゃないかなと思います。では早速開封をしていこうと思います。改めまして、今回購入したのは GPCA の1945ライトでございます。Amazon で値段の方を見てみると6200円ぐらいですね。まあ、結構いいお値段するボールペンです。こちらのボディはアルミの削り出しが使われたボディとなっております。ステンレスとかチタンとは違ってアルミって結構軽い金属なので、見た目の割に軽いなと思いました。ちょっと高くなっちゃうんですけれども、よりずっしりとしたチタンが使われたモデルもあります。チタンは男の憧れみたいな金属だと思うんですけれども、ちょっとあまりにも高すぎたので買うのやめておきました。リフィルを出す機構もちょっと変わってたりして、すごいメカメカしいボールペンでございます。なのでどんな機能なのかちょっと見ていこうと思います。リフィルを出すレバーはボルトアクション方式のレバーとなっております。ボルトアクション方式とは、ボルトを手動で操作して弾薬の装填から排出までを行う銃のことなんですけれども、その方式を真似たボールペンとなっております。この方式は以前紹介したペンボールペンペンでも使われているんですけれども、ペンボールペンペンは引く時にかなり金属同士が擦れ合ってるような感じがしてすごい不快でした。でもこちらのボールペンの動作はすごい滑らかですね。硬すぎなくてちょうどいいといった感じです。素早くリフィルを出すことができるので、これ暇な時についついカチャカチャと動かしちゃいそうな心地よさがありますね。それからこの天井の部分に口を当てて息を吹きかけると、ホイッスルとして使うこともできます。まあ、結構でかい音が鳴りますね。最大 100dB だそうです。なかなか家で使うのはうるさいと思うんですけれども、まあ、サバイバルの時に遭難してしまって救助を呼ぶ時とかは助かるんじゃないかなと思います。こちらのペンは通常モデルじゃなくてライトモデルとなっているので、機能が少し少なくなったモデルとなっています。通常モデルの場合、ここにタングステン鋼のガラスブレーカーがついています。なのでネジを開けないとホイッスルが使えないそうなんですけれども、こちらはそのままホイッスルとして使うことができます。それからこのグリップのところには簡単なメジャーの役割を果たしています。ここからここまでが1センチで、ここから3つ目のくぼみまでが1インチを表しています。1センチはだいたい予想がつくと思うんですけども、1インチって実際どんぐらいなのかよくわからないと思うので、これも使うときは便利なのかもしれません。それからインクは耐水リフィルが使われています。もしボールペンを濡らしてしまった場合でも普通に書くことができます。ちょっと分解をしていきますと、かなり短いリフィルが使われていますね。自分が買った時は付属で1本リフィルがついてきました。一応このリフィルが全部なくなってしまった時は、ラミーが出している M22 というリフィルと互換性があるそうなので、万が一の時はそちらを使っていただければと思います。口金のネジには黒い輪ゴムが巻かれていたので、勝手にネジが緩まないように配慮がされています。それからこのクリップのところかなり硬くなっています。なので服とか紙とかあんまり挟むのは向いてないかなと正直思ってしまいましたね。もう少し柔らかくしてほしかったです。一応ホイッスルのところのネジを緩めて取り外すことができます。このボールペンについてざっと見てきたところで、続いてはスペック解説をしていこうと思います。ペンの質量は 36.3g でした。
なんか見た目の割に軽いなとは思ったんですけれども、まあ、実際に持ってみると結構重ためですね。それから全長は 136.6mm、まあ、ちょっと短めなペンですね。でグリップの直径が 12.2mm となっています。かなり太めなグリップでした。で重心の位置は先端から 73mm ですね。まあ、本当に真ん中ぐらいに重心があるといった感じです。まあ、このスペックだけ見ればかなり書きにくそうに見えるんですけれども、まあ、実際に書きやすいのかとか握りやすいのかとか、そういうところを5つ星評価でレビューしていこうと思います。まず最初の書きやすさなんですけれども、こちらは星2つでございます。まあ、やっぱり重たくて重心が高いので取り回しはそこまで良くないですね。これを勉強とかでガシガシ使うっていう人そもそもあんまりいないと思うんですけれども、まあ、あくまでもちょっとだけ書くっていう目的で使っていくのがいいんじゃないかなと思います。続いて握りやすさは星2つでございます。グリップにはローレート加工が施されていて、でなおかつ結構太めなグリップなので結構がっしりと握れるような感じです。なので使ってて滑りやすいなとかそういうストレスは特になかったんですけれども、まあ、個人的にちょっと気になるかなと思ったのがこのレバーがすごい邪魔っていうことですね。シャーペンで字を書くときって線が太くならないようにこまめに回転させながら使ってる人が多いと思うんですよね。自分はその名残でボールペンも結構くるくると回転させながら使っちゃうんですけれども、まあ、その時に結構このレバーが指に当たってしまうんですよね。もしくるくると回転させて書く癖がある人はかなりこれ邪魔になっちゃうかなと思いました。僕がもしペンを設計するならもう少し上にこのレバーをつけるかなと思います。続いて書き味、つまりどれだけ書いていて心地がいいかということですが、こちらは星5つでございます。やっぱりこのペンは全てアルミでできているということで合成感が半端ないんですよね。まあ、かなり重たくて書きにくい部類には入るんですけれども、その分結構しっかりとした書き心地を楽しむことができました。あとペン先のぐらつきとか内部の振動っていうのもほとんどなかったので、まあ、そういうところもすごい良かったので星5つとさせていただきました。続いてペン先の視界なんですけれども、これは星2つでございます。まあ、正直ここまで口金を太くする必要ってないんじゃないかなって思いました。まあ、書いていてそこまで視界は気になるところではないんですけれども、ちょっと口金が太すぎるかなと思ったので星2つにしました。続いてデザインと質感は星4つでございます。まあ、表面の加工はめちゃくちゃ丁寧というわけでもなかったんですけれども、もともとこちらはサバイバル用のペンということで、まあ、そんなに気にはならないかなと思いました。全体的にマットなアルミの素材が使われているので質感の統一感というのもありますし、まあ、そういう面ではよくできたデザインかなとは思うんですけれども、ちょっとごちゃごちゃっとしすぎちゃってるかなと思いました。まあ、ボルトアクション方式のこのレバーももう少し上についてくれた方が握りやすいと思いますし、なんか使いやすいデザインにさせようっていう気持ちがそこまで感じられなかったので、ちょっと満点をつけるのは厳しかったかなと思います。続いてコストパフォーマンスは星2つでございます。まあ、日によって変わるとは思うんですけれども、6000円ぐらいするボールペンなので、まあ、正直結構高いですよね。まあ、ホイッスルとボールペン別々で買うのが一番安く済む方法だとは思うんですけれども、まあ、このボールペンはロマンにお金をかけるものだなと正直思いました。まあ、でも作り自体はそこまで悪いものではないかなと思います。続いてレバーの引き心地なんですけれども、これは星5つでございます。まあ、先ほども言った通り結構滑らかな引き心地でしたし、まあ、特に不快感なかったので星5つとさせていただきました。続いて品質と耐久性は星4つでございます。まあ、これに関しては使ってみないとわからないんですけれども、壊れる気は正直しなかったですね。まあ、レバーも滑らかですし品質はそこまで悪くないかなと思いました。続いてギフトとしておすすめできるかということですが、まあ、これは星3つかなと思います。まあ、正直これは人によりますね。なんかサバイバルとかキャンプが好きな人にはぜひプレゼントしてみるといいんじゃないかなと思います。で最後総合評価をしていきますと、こちらは星3つでございます。こういうよくわからないペンって当たり外れが大きそうに見えるんですけれども、これに関してはそこまで悪いものではなかったですし、ホイッスルがついたボールペンってそもそも需要あるのかわからないんですけれども、それを作っちゃうのがさすがだなと思いました。ビビッとくる人がいるかよくわからないんですけれども、一応動画説明欄に Amazon リンク貼っておきます。ということで今回の動画は以上となります。動画を最後まで見ていただいたので高評価もしくは低評価をしていただき、動画の満足度を教えてください。シーサーとノードグリーンがコラボしたコラボウォッチが200本限定で発売中です。これまでいなかった茶色の文字盤作ってもらったので、もし気になる方は動画の説明欄からチェックしてみてください。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。